皆さん、こんにちは。ロバです。今日もよろしくお願いいたします。皆様の応援のおかげで、登録者1000人を超えました。本当にありがとうございました。皆様へ感謝を申し上げる折に、いわゆる Q&A 動画、っていうのは、皆さんに聞かれた質問に答えるってことですね。その Q&A 動画を撮ってみようと思いますが、始める前に、いろんな方々へ、お礼を、言わせていただきますね。まずもちろん最初から、ご覧とコメントくださってる観客の皆様へ感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。これからも頑張りますんで、引き続き応援をよろしくお願いいたします。そして、どうやって日本語を勉強しているか、説明した動画を SNS に共有してくださった、ジュリアン・フォンタニー先生。もう、本当にありがとうございました。先生、大変お世話になりました。続いて、すごく楽しい出演を、させてくれた、ベベチャンネルのオレちゃんも、そのおかげで、ベベちゃんからお越しくださってる観客が、大勢にいらっしゃっていますんで、本当に、ありがたく存じています。オレリアン、シュトンドインベル、vraiment、merci beaucoup。ですね、最初に、ロバ、YouTube やってみればと言ったり、それ以外にもいろいろ手伝ったりしてくれたヤスさんも、本当に感謝いたします。兄貴、ありがとうございました。そしてですね、最後ですね、そのロバ館の、視覚効果というかビジュアルですかね、ビジュアル作ってくれる、作ってくれる一方、いろいろね、相談してくれる慎吾さんも本当にありがとうございます。これからもお互い頑張りましょう。マスゴー、その冗談やめておこうか。それでは、最後に、一言だけ、フランスの皆さんにフランス語で言わせていただきますね。Merci également beaucoup à toutes celles et ceux qui prennent le temps de regarder et commenter les vidéos depuis la France. Je vous avoue que j'ai plutôt pensé cette chaîne pour un public japonais, mais ça fait aussi très plaisir, d'être soutenu par un public français. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que tant que vous continuez à regarder et commenter les vidéos, moi je continue à vous faire les sous-titres en français.Alors que c'est un petit peu relou quand même. Si, c'est un petit peu relou. Si, si. それではお待たせしました。いよいよ始めましょう。ロバ館が始まるよ。最初の質問ですね。朝屋さんに聞いていただいた質問なんです。実は朝屋さんに、すごく面白い感想も、書いていただきましたので、朝屋さん本当にありがとうございました。とても面白くて、いろいろ考えさせていただいてありがとうございました。では、質問ですね。もしよかったら、ロバさんが日本語を学んでまで日本に来ようと思ったきっかけ。結構長い話になっちゃうかもしれませんが、妻ですね。妻もフランス人で、フランスで出会って結婚したんですが、妻は、子供の頃から日本のことが大好きであって、僕たちが会う前に1年間、日本で留学したんですね。で、妻ですね、単なる楽しんでる俳優の僕に対して頭が良くて、本物のいい仕事を探してたんですが、フランスで、不景気によって最近、いい仕事なかなか見つからないんですね。で、その留学の時にできたつながりのおかげで日本でいい仕事を見つけたんですね。本当に応援するしかないほど仕事だったんで、応援しましたね。頑張れじゃねって感じで。だからその時に僕って10年間にわたって俳優として活躍して、悪くない立場までたどり着きましたんで、それを、そのまま諦めたくないって感じだったんですね。でも、その撮影がない時に妻に会いに来日しているうちに、僕も日本に興味になって、で、しかも思ったより、日本語が喋れるようになっていて、で、仕事も調べてみたところ、頑張ったらなんとかできるんじゃないっていうことに気づきまして、
で、それで、うん、僕も引っ越そうって思いましたね。で、うん、それを決めてから本当になんか俳優として日本に引っ越すなら、まあ日本語で、演技できたいっていう考えがあってこそ本当に真面目に、毎日勉強することにしました。うん。まあどうやって日本語を勉強しているか、まあ説明した動画、うん、まあすでに載せてありますが、まあやはり目的が一番ですね。で、その俳優として日本語で、演技できたいっていう目的が、うん、あってこそ結構頑張ったんですね。日本語の勉強。次はユニさんの質問ですね。ユニさんコメントありがとうございます。なんで芝居を始めることになったのか、YouTube を始めたわけなんか聞きたいです。まあまた長い話になっちゃいそうなんですけれども、まあ高校生の時ですね、頭が良くてとか手に言っちゃった、失礼すいません。まあ、頭が良かったというか、成績が、うん、まあ、それを客観的に言えるんですね。成績が良かったんですね。でも、まあ、死ぬかと思うほど退屈してて、これから、まあ、全然勉強を続ける気がなかったんですね。で、当時、プロレスに興味がありまして、プロレスになろうとしたんですが、まあ当然のことながら、父に断られて、ちょっと喧嘩になっちゃって、でまあそれからプロレスではなければ何をすればいいかちょっとわからなかったんですね。でその時にまあ趣味としてちょっとお芝居やってたんですね。演劇というまあ趣味でやってて楽しんでいたんですけれども、まあなぜかそれが仕事になれるとは思わなかったんですね。プロレスなら仕事になれると思ってたのに、ちょっとそれほど頭が良くなかったんですね。で、まあそれはそれで、両親となどと、まあ、うん、いろいろ相談した挙句、俳優に、まあ俳優というか、まず、演劇の学校を、通うことにしたんですね。言うのを忘れてしまったんですが、まあ編集で追加させていただきますね。本当に幸せなことに、俳優になることを、最初から両親に応援されまして、まあそれは本当に感謝しますね。で、高校卒業してその演劇というか演技の学校を通って卒業して、で、まあ、その時にもうすでに二十歳になったんですね。で二十歳から、まあ、うん、演劇なり撮影なりいろいろやり始めたんですね。で YouTube は、まあ日本に引っ越してきてから、まあさっき言ったヤスさんっていう友達に、ロバ、YouTube やってみれば面白いと思うよ。なんか、日本で、俳優とかモデルとして活躍している人が YouTube やれば面白くなるよって言ってくれたんですが、まあその時に正直 YouTube やろうとは一度も思ったことがなくて、まあ仕事と思うのは俳優ってことですね。で、優先したいのはその俳優って仕事ですね。で、しかも、なんか日本に住んでいる日本についての動画を、撮ってる外国人の YouTuber がもうすでに何人もいるし、まあ彼らの動画が面白いには面白いんですけれども、それでなんか俺もやる必要がないって思ってたんですね。でもなんかそのヤスさんになんか手伝ってあげるよって言われましたんで、まあ改めて考えて、はあ、考えると日本語で日本人向きの動画を撮っている外国人の YouTuber ってほぼ見たことがないなって思って、でしかも勝手に自分に興味のあることについて話せば楽しそうだなって思って、それで始めたんですけれども、まあやればやるほど、映画だけのではなくて、まあ、いろんな話題について話すのも楽しいな、っていうことに気づきまして、まあ、今の感じで、まあ、なんか、全部前もって自分が決めるのではなくて、まあ、ある程度、なんか、目的を目指しながら人生の流れを信じて、
そういう風に気軽に楽しみながら、一歩ずつ進んでいこうと思います。で、次ゆうめいさんの、質問のですね、ゆうめいさんコメントありがとうございます。日本の好きなところ、場所でも文化でも日本の苦手なところを聞いてみたいです。で、しかも朝屋さんにも、好きな日本食とか日本文化など聞かれましたので、まとめて、答えさせていただきますね。本当に日本の好きなところってありすぎて答えづらいなんですけれどもね。例えば和食だと全部大好きなんです、ね、なんですよ。本当になんか日本料理の嫌いなものは食べたことがないんですよ。本当にいろいろ食べてみましたのに、なんか本当にまあもちろん生魚も食べれるというか大好きですし、納豆も好きですし、草屋も食べたことがありまして、まあ好きというかまた食べてみたくて気に入ったんですね。本当に居酒屋料理は大好きなんですよ。なんかそもそも居酒屋が大好きなんですけれども、居酒屋料理は揚げ物とか、とんかつとか天ぷらとか、白子天ぷらは大好きなんですね。こういう日本のことは大好きなんですね。本当に懐石料理も、すごく美味しいですし。はい、すいません。妻が帰ってきましたんで、一回切ってから再開させていただきますね。だったんだろうな。そうですね。好きな和食って話してたんですね。さっき言ったことに加えて、例えば梅干しは大好きであって、実はお隣さんと作ってますね。あと苦手な日本料理のことはあまりないんですね。苦手というか、食べれますが、それほど気に入らないのは明太子ぐらいですかね。続いて文化とかに、日本の文化とかの大好きなところは、いろいろあって、例えば映画ですね。映画は大好きなんですけれども、特に日本映画はすごく面白いと思って、特にフランスの映画に対して面白いと思うのは、いろんなすごく違うジャンルとか、種類というかスタイルね、の作品が作られるのはすごく面白いと思うし、俳優としてその作品のジャンルに沿って、演じ方も結構違うのも面白いと思いますね。あと温泉は大好き。温泉は最高。温泉は天国なんですよ。妻と共に二人とも、温泉は大好きなんですね。で、温泉旅館に行ったりすることがめちゃめちゃ多いんですね。あと大相撲は大好きなんですよ。ハマっちゃってますよ。相撲見るのが大好きですし、例えば相撲をなんか見に行くというか、観戦しに、名古屋とか大阪に行ったりすることも、ありますね。あともちろん日本人って人って国民ね、超優しくて、優しくて楽しいって方も多いと思いますし、景色もいろんな素晴らしいところがあるんじゃないんですか。なんか一生探検してもなんか日本もなんか回りきれないと思いますね。いろんな素晴らしいところがあるんですね、日本って。で、考えたら苦手なところなかなかないんですかね。困ることがほぼないんですね。やはり完璧な国って存在するわけがないんですけど、文句言ってるわけではないんですけれども、ちょっとそれだけ直してもらいたいというか、見方を変えれば、なんか変えていただければ嬉しいと思うのは、なんか外国人の顔をしてるから英語圏出身とは限らない。気持ちわかります。しかも僕もそうしちゃうこともあるんですよ。なんか例えばあの時撮影現場で、トルコの方2人が、夫婦がいて、で奥様がみんなに英語で喋っていましたんで、で僕が、旦那さんに喋ろうとしたら、つい英語にしちゃったんですけれども、その方に
日本語で、あ、すいません、英語喋れないって言われたんですね。日本人って優しいですし、気にかけてくれて、頑張って英語をなんか、喋ってあげようとしているのは、うん、もちろん理解しますね。でも、楽しいこともあるんですね。例えばなんか、電車で、チケットを一回間違っちゃったんですけれども、その駅係員に、あ、すいません、チケットを、うん、買い間違っちゃったところに、なんだか、なんとか駅まででチケットを買ったんですけれども、その一個前にあるなんとか駅に降りたいんですけれども、まあ念のため一応聞いておこうと思ったんですけれども、大丈夫ですかねって聞いたら、で、向こう、日本語でね、で、向こうが、なんかすごい緊張して、大丈夫ですよ大丈夫ですよ before の駅なんですよって言ってくれて、ね、ちょっと、なんか、優しいのはわかりますけれども、なんか、ちょっと理解できないのは、なんか、お兄さん。僕の日本語まだまだ上達しないといけないのを自覚しながら、それほど日本語が喋れるなら、前って言葉、わからないはずがあるの、ないでしょうねって思ったりする。しかもなんか、英語にすると、日本語の言い方に対して、少し失礼になっちゃうことも、あるんですね。なんか、例えば、温泉旅館に行くじゃん。で、着いたら、案内させてもらうんですね。で、その時に、なんか、入浴中、洗面所、および控え室での、撮影は禁止とさせていただいております。みたいな、すごく丁寧な、言葉言われるんじゃないですか。で、英語にすると、No picture! No picture! ってなっちゃうんですよ。で、その時に、なんだ、ちょっと気持ちわかりますけれどもね、日本語わかりますから、日本語で話させていただければ嬉しいなって思うこともあるんですね。次ですね、綾野さんの質問なんです。綾野さん、コメントありがとうございます。日本でもフランスでも出演した作品で好きなものや、誇りに思うものを教えてください。フランスの出演の話なら、まあ、本当に胸を張って、皆さんに、おすすめできるのは、2016年、カンヌ映画祭で入賞した、Voir du Pays The Stop Over っていう映画なんですね。まあ、アフガニスタンの戦争からフランスに帰ってくる、兵士たちの話なんですね。で、日本の出演の話なら、まあ、それについての動画を、載せましたんで、こちらの動画を、ご覧ください。まあでも、やはりいろんな、まあ、良かったと思う、CM に出演させていただきましたので、それぞれのリンクを概要欄につけておきますね。まあ、例えば、ホンダのダックスの、CM は特に良かったかなと思いますね。近く佐藤さんには、フランスの文化、城、綺麗な古い建物などに、興味がありますね。近く佐藤さん、コメントありがとうございます。まあ、実はまた今度、またフランス語についての動画を撮ろうと思いますんで、それを楽しみにしていただければと思います。おすすめの観光地などなら、まあ、勝手に、おじいさんの、出身地をおすすめさせていただきますね。ペリゴールという場所があって、まあそこで、うん、昔作られたお城とかいっぱい残ったりしているし、まあなんか本当に昔といっても1000年以上前作られた建物がいっぱい残ったりしますし、あと2万年前、洞窟の中で、描かれた人間に描かれた絵が残りますし、まあ、自然も綺麗ですし、自然に繋がっているのがいろいろな体験もできるし、あと美味しい名物がいっぱいありますし、トリュフとかフォアグラとか、ぜひぜひせっかくフランスまで、行ってくださったら、パリ以外にも南とかに、行ってもらえればと思って、特になかなかフランス人ですらなかなか知られてない、ベリゴという、周辺に、まあ言っていただければめちゃめちゃ嬉しく思っていますね。次、また朝屋さんに面白い質問していただいたんですね。朝屋さん、いろいろありがとうございます。俳優やモデルとして日本とフランスの表現方法の違いは大きいですか？面白いところ、難しいところなどなど教えてくれると嬉しいです。まあ実は、まあ今まで気づいたフランスと日本の撮影現場の違いについての、動画を作りましたので、ぜひぜひこちらの動画をご覧ください。でも正直と表現法って、それほど違わないんですね。なんか、しかも
違いがあるとしても、なんかその業界に限ったものではなくて、日本とフランスの文化の違いに伴う、まあなんか違いというか分かりづらいことがあったりするんですね。例えば最初によく分からなかったのは、そのしなくてもいいの本当の意味って、実はしない方がいい、してはいけないっていう意味なんですね。まあ、例えば、撮影現場で CM の撮影にしたら、なんか商品を持ってこうするカットが、こうするカットがある。で、監督に、あ、監督、こうするときに瞬きすればどう思いますかって聞いてみたら、監督が考えた挙句、ウィンクしなくていいって言われたんですけど、ウィンクしなくていいといえばしてもいいってことですかね。あ、いや、してはいけない、してほしくないって感じですね。まあ、こういう感じでなんか、わかりづらいというか、通じづらいところが、たまにあるんですね。で、最後に、ミュージック P さん。ミュージック P さんの質問にしましょう。ミュージック P さん、コメントありがとうございます。フランス語を学びたいと思っています。応援します。頑張ってください。ビギナー向けでロバースさんのおすすめの YouTube チャンネルがあれば教えていただけると嬉しいです。まあ、実はフランス人としてフランス語って母国語ですね。まあ、しかも勉強したことが、まあ、やはり、考えると学校とかでやはり、勉強したことがあるにはありますが、外国人としてどう、まあフランス語を勉強すればいいかちょっとわからないんですが、フランス語について、まあ動画を作ってる外国人の YouTuber が2人いて、まず、ルイス・ベルフィルという、フランスに住んでいるアメリカ人なんですけれども、まあ笑い芸人みたいになんかフランス語のちょっと意味のわかんないとか、理解しづらいところについて、めちゃめちゃ楽しい動画を作ってくれるんで、まあ特に勉強に役に立つなのかどうかわからないんですが、楽しいですし、ちょっとなんかフランス言語としてフランス語の面白いところについて、まあ気づかせてくれますし、ぜひぜひルイス・バーフィンの動画を見てみてください。2人目は、今度まあ同じ長くフランスに住んでいるイギリス人なんですけれども、彼が本当にほぼ完璧に、フランス語が喋れますし、フランス語と英語で、笑い芸人スタンドアップをやってて、マカレーの芝居を、まあ、見たりしてて、彼の芝居本当に楽しいですし、ぜひぜひポール・テイローの動画も見てみてください。それでは最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。まあ、皆様の応援ではなければ、まあ、登録者1000人を超えなかったんですんで、本当に改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。もしこの動画が面白かったと思って、まあ、今度答えてほしいものとか撮ってほしい動画があればぜひぜひコメントで教えてください。ありがとうございました。次の動画で会いましょう。